これから始まるお話は世界一のお医者様ブラックジャック先生のアクタンのニャニャさんっていつも言っている元気な女の子忘れ物のニャニャさん。ピノコちゃん早く届けないと全然困ってるんだ。ピノコちゃん今急いでるんだ。全然待っててね。ピノコちゃん頑張ってね。どうやら迷っちゃったみたいね。なんか光ってる。あれ？小鳥さんだ。怪我をしているみたいね。それに何だろう、この羽。あ、危ない。こっちはキツネさんね。シカさんも足に怪我してるんだ。ブギーイノシシマネ。森中の動物たちが怪我をしてるわ。みんな困って言うんだ。でも先生の忘れ物を早く届けないと。助けてほしい仲間がいるみたい。森のみんなはこの奥に閉じ込められている仲間を助けようとして怪我をしたのね。アルゴそんなに引っ張らない。ドラゴンさんも仲間を助けようとして怪我をしたみたいね。茨のトゲが取れてよかったね。あ、羽が前を見て、この羽と同じ光だ。あそこになんかいる。何か変よ。こりゃ溶かしすぎなんじゃ。崩れるわよ、逃げなきゃ。ピノコちゃん、いやーみんなみんな絶対に助けるなら。にゃん、ピノコちゃん、ドラゴンさんも重くて引き上げられないのよ。僕を離して。
僕を離して、ピノコちゃん。自分の手でよじ登って。じゃないとみんな。そんなの、そんなの、いやー、みんな一緒に助けるんだピノコちゃん、ピノコちゃん。姿に戻れたのはみんなの優しい気持ちのおかげさ。あ、ドラゴンちゃんは？ここだよ。ドラゴンは僕のお守りなんだ。さあピノコちゃん、ブラックジャック先生のところまで送ってあげる。やったキノコ、お前どうしたんだ。そんなにすり傷を作って。いろいろあったわのよ。あ、そうだ、これクリスマスプレゼント。はい。なんだこの羽は。先生にいっぱいお話し伝えことあるのよさこれでこのお話はおしまい。いつかきっとまたどこかで。この後すぐ映画ブラックジャック始まるよ。僕の出番これだけ。わあ、